ドラフト会議で逆指名行使始まった僕の福岡大英ホークスのプロ野球人生斉藤荒垣杉内と共にチーム優勝を導き新人を選ばれ日本代表メダルも獲得 WBC 選ばれチャンピオンホークスエース任され最多勝全盛期迎えてメジャーに挑戦だけど靭帯断裂トミー・ジョンメジャー解雇されて古巣ホークス帰ってきた見事に復活最高勝率2度目の最多勝出どころ醜いフォーム今なお急速増す上級40